長田博は日本の哲学者である。マルクス主義の立場から活動した。長野県東千曲郡山形村に生まれる。県立松本中学に学び、小岩井健一と知り合う。中学時代から哲学に興味を持ち始める。卒業後、1921年に東京外国語学校ロゴ部に入学。黒ポトキンら、当時のソ連の哲学動向に関心を持つ。 卒業後は一時朝鮮にわたり、国境近い新ウイジュで流入するソ連文献を検閲する任務にあたる。1927年、パーベルアクセリロード、ブルジョア社会学の批判を翻訳して、観光、海外文献の紹介、翻訳に努める。1930年、川内忠彦の勧めで、プロレタリア科学研究所に参加し、有物弁証法の研究に努める。 1931年には、戦闘的無神論者同盟の結成に参加し、日本プロレタリア文化連盟の結成にも参画、さらには1932年の唯物論研究会の発足にも協力、多くの論文を発表し、日本の唯物論哲学のために貢献した。1936年には、日本唯物論史を刊行、安藤昭益や山形万党を取り上げながら、 江戸時代からの日本思想の発展を論じた。日中戦争改戦により1938年に検挙され、釈放後も執筆を禁じられた。太平洋戦争終戦後、発足した民主主義科学者協会に参加、故郷に近い松本での活動に努めたが、結核が悪化して間もなく死去した。葬儀は無宗教で行われ、高橋玄一郎が作詞した追悼する歌を参列者が、 合唱した。この時の経験は高橋の小説、無宗教争に反映されている。ありがとうございます。